待って、ごめん。大丈夫？全然大丈夫。ケースしてない。もうちょっと、ごめんね。はい。本当ごめん。全然いいですよ。するし。全然。毎日アイドル？毎日です。ちょっとうち NG だからね、とこ。お願い。感謝。面白い。ああ、暑いね。暑いです。今日朝からさ、Kのリハでね。小田さんの登場の仕方が面白かったです。どうだった？でもおもろい感じ。おもろい感じ。おもろかった。おもろかった。マジ？世界一。世界一。世界一。どこ探してもいないです。マジで。おもろい。おもろいか。暑い。でも今日楽しかったね、なんか。楽しかったです。ね、こんな早く終わるって思わなかったですよね。ね、めっちゃ巻いたよね、みんなが頑張って、すごい巻きました。めっちゃ巻いたレッスン1時間半ぐらい。え、すごいよね。ですよね、やばい。すごい、やばい、歌いそうになった今。なんか耳に残る曲やったから、今日は。そうですね、歌いそう。あゆの顔見てください。メイクいい感じ今日。そうなんです、かわいい。いい感じにしました。いい感じにした。いい感じにしました。いいね。で、Kのリハが、そうです、コンサートまであと2人だ。2人だ。え？コンサートまであと少しだ。あと2人だ。あと2人だ。あと2人だ。もう言語が。言語がやばい。2人でご飯お願いします。行きたい。かき氷食べたい。好き、かき氷。はい、行こう。行きましょう。かき氷どこが美味しいんですかね、かき氷って。2つ知ってる。知ってます。うん、1つも知らない。あ、本当に、はい、でも行ったことある。行ったことあります。かき氷いいよね、夏だから。何が好きなんですか、ご飯。ラーメン。あ、ラーメン好き。え、違う、ラーメン嫌い。ラーメン嫌い。なんで？え、アリエンティ。どうしてどうして。なんか小さい頃は食べれたんですけど、気づいたらあんまり好きじゃなくなってきた。え、麺があんま。でもパスタは好き。ラーメンはあんまなんだ。中華があんまかもしれない。あ、そうなの？中華めっちゃ好き。え、何が好き？逆に。和食と洋食。あ、広。広。え、でもなんかワイド。嫌いなものも多い。ですよ。あ、そうなんだ。だからやばいです。え、何が本当に一番好きな食べ物？なんだろう、お寿司。あ、そうなんだ。え、お寿司行こうよ。え、行きましょう。こう、お寿司食べたい。食べたいですよね。でもお寿司よりさ、刺身が好き。うん、刺身大好き。わかります、ね、行きましょう。刺身大好き。あゆちゃん油物ダメやからな。だってそうなの。そうなんです。そうなの。胃が持たれちゃう。え、そうなの。ラーメンも。焼肉とかもダメか。まあでも行きます。え、なんで。逆に焼肉ちょっと苦手。え、そう。胃もたれする、油すごくて。焼肉は大好きで、結構行きます。そうなんだ。はい、和食か。和食、確かに寿司は和食だね。あゆちゃんめちゃめちゃ大食いなんですよね。だって、え、確かになんか寿司めっちゃ食べるみたいな夢してました。40貫食べました。嘘でしょそれ。絶対。え、本当なんですよ。ショールームでちゃんとやりました。え、本当に。本当に嘘ですよね。いや、嘘じゃないですよ。だって私さ、7貫ぐらいもいつもお寿司屋さん行った時。本当ですか。ガチで結構。え、40貫嘘だよ。本当ですよ、40貫。もうこんなちっちゃいやつじゃない。豆。豆。豆。え、本当やで。だって配信で食べた。え、すごくない？そうなんです。ガチ食べれる。配信で食べたから本当。本当です。ガチ。40貫。え、で80ってことでしょ。はい。あ、40、20皿。あ、そういうこと。20皿。40貫。あ、でもすごっ。え、私だって7貫でお腹いっぱいになるのに。え、すごくない？いけますよ、小田さんも。いけないよ。いけない、いけない。いけますよ。バグバグ、すごい勢いで食べてた。え、見よう。見ないでください。絶対見る。やだ。
うん、いいな、食べたい。お寿司、うん、食べたいですね。お腹すいた。今日差し入れ持ってこようと思ったけど忘れちゃった。あら、かなっていいや。なんか小田さん忘れ癖あります？そう、うん、なんで思った？そう、あのこの間 MC で言ってなかったですっけ？なんて言ったっけ？あ、 MC かな、何かで見たんですよね、うん、小田さんがあの誰かに、うん、あ、切り抜きか。そうです、そう、忘れちゃうんだよね、もうそういう人なの。なんか昨日もマネージャーさんから結構大事な LINE 来たんだけど、うん、返事してなくて、さっき言った。あ、さっき言った。そう、忘れちゃうんですよ。ちょっとわかります、それは。ね、しょうがないよね、そういう人間。でも忘れちゃいますよね、なんか誰かにあげるの。うん、でもすぐ忘れちゃいます。忘れちゃうし、うん、なんかね、そうだよね、うん、忘れないでねって。了解。はいはい、はい、今サウナだね、ここ。うん、やばいです、やばい、ムシムシ、うん、ムシムシ。朝ごはん何食べた？あたつ？あたつね。何食べたっけ？唐揚げ。いいですね。何食べた？桃。え、かわいい。でも他にも食べました。なんかお菓子とか。え、お菓子？いいね。甘くない？でも私もよく朝ごはんにポテチとお米とか食べる。米にポテチと、そう、ポテチとお米と、あ、振りかける、そう、振りかけるってから、なんか一緒に食べる、うん、すごいですね。お腹空いた、もう会話浅くてひどい。だって朝ごはんなんてね、うん、ちょっとしか食べてないから分かんないよね。毎日アイドル？毎日アイドルです。同じだ。お、嬉しい。嬉しい、嬉しい、喜んでくれて嬉しい。嬉しいですね。イエイ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 。でも明日公演ですよね。公演、今日もあるんですもんね。公演、公演、あ、同じだ。同じや、同じですよ。急遽公演になったよね、あれ、うん、ですね。びっくり、まさかの、ね、まさかすぎたですよね、うん、25出る、出ます。あ、同じ、出ないと思ってたら出ました。え、私も思ってましたよね、うん、21出るから出ないかなと思ってたらね、3回連続、え、多分、え、あゆもかもしれないです。ね、え、マリ、なんか急遽出たから4回かも。あれ、ね、めっちゃ出てる。誰と同じポジション？ズンちゃんか。ああ、なるほどね。明日行きます。お、待ってます。明日公演か、やばいですね。やばい、動けなさそう。ね、で今日公演、明日公演で24、25、今週っていうか、はい、1週間のうちに4回出る公演。やばいですね、そんな、ね、やばそう。 K のさ、はい、コンサートのリハってかさ、投資ももうちょっとじゃん、はい、やばい、もう間に合わないです。間に合わないね、動かない。てかさ、体大丈夫かなみたいな、うん、痛い、痛みそうですよね、なんかもうボロボロね、ボロボロマジでボロボロになる。ボロボロ、今日って涼しい気がしませんか？え、思った、ちょっと涼しかった。そうですよね。
なんか今日雨降るみたいな。え、ガチで傘忘れた。あれ持ってきてね。雨降らないうちに帰ります。え、気をつけて帰ってね。はい、小田さんも、はい、ありがとうございます。気をつけて帰らせていただきます。ね、もうほんとやばい、サウナ、うん、でもなんか最初より涼しい。嘘、え、なんか風来ません？え、怖い。え、あ、でも確かになんか来てる。なんか来ますよね、うん、上から。来たね。ほこりすごいね、なんか確かに。え、これ？え、あっち見てみ。かわいい、かわいい。あー、絶対同じ。すごい、かわいい。目の前もかわいいですよ。かわいいね、これも全部かわいい、うん、かわいい、かわいい。歴史あるね。はい、うん、歴史ある。最近めっちゃさ、うん、携帯がすぐ熱くなる。わかります。え、充電減りません？え、減る。やばいですよね、うん、やっぱそう。熱い、めっちゃ携帯。あれだけかと思ってたら、うん、てか充電器もね、熱くなるの、うん、最近。わかります、あのブロックですよね。え、そうそうそう、ブロック。え、同じ。やばいですよね。え、やばい。え、昨日熱くなりすぎてビビった。火事起きるかと思った。本当に、うん、夏は仕方ない。え、夏だからなんですか。え、思った、夏関係あるん？暑いから。携帯も暑いんですかね。我慢できないよって、かわいそう。我慢一丁。うん、ダダダダダダダ、作ったかった、作ったったかった、うん、ボイパできる？できないね。やったことない？あります。ある。昨日やり始めた。え、昨日なの？うん、昨日から始めた。できたらかっこよくない？わかります。携帯熱、うん、ね、差し入れしたい、Kに。何がいい？何がいいですかね。なんだろう、なんでも嬉しい。本当に？じゃあ、ラーメン。でも小田さんからだったら食べますよ。嘘ぴょん。どうしようかな。でも小田さん前アイス差し入れしてくれましたよね。あれ？うちだっけそれ？真ん中じゃね？私。あ、した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 。アイス差し入れしたわ。あの時。した。したね。はい、アイスか。美味しかった。確かになんかさ。ケーキ食べたい。うん、わかります。プリン、ゼリー、ゼリー、うん、何がいいかな。なんか甘いの食べたいです。わかる、甘いの食べたい。大丈夫か。こっちがやばい。こっちがやばい。あ、でもこっちもやばい。角度によってやばい。確かに。けど基本的にやばいのが小田さんの方。あ、本当に？はい。可愛い。でもみんな可愛い。可愛いって来てる。すごい。あ、水族館にいそう。嬉しい。水族館好きだから。嬉しい。ああ。
いいもんね。はい、きっかけによりなりましたよ ね。でも前から結構喋ってたよね、ちょくちょく。はい、でも公園ってさ、同じ歌割りないもんね、うちら。ないですね、一緒に歌えない。ハモっちゃいますよ。そう、ハモってほしいのに同じ歌割りないからさ。ないですよね、悲しい。ちょっと、はい、基本ひなちゃんと歌うか。あ、そうなんだ。私もあやねちゃんとかかも。だから、そうよね、うん、なかなかない、うん、悲しい。小田さんが、うん、私にあのわがままの流れ星に来れば、うん、一緒に歌います。え、やりたい。本当ですか、うん、ピンク、ピンクいく、似合いそう。ありがとう。え、その心を笑ってるねその心笑ってるやん。え、でも本当に似合うと思いますよ。身長あるから。身長さ、すごいことになっちゃうね。じゃあ、あゆが身長を伸びてもらって、もしそれが実現する時までに、はい、うん、伸ばします。伸ばして、竹馬乗ってきます。竹馬乗りながらやってくれんの、はい、ありがとう、感謝、うん、感謝感謝。じゃあもう20分ぐらいやったかなですかね。じゃあ終わりたいと思います。はい、じゃあランキング、小田さん書いて、じゃあいきます。はい、おランキング読みます。13位、チコバルボン。12位、ヒノト。11位、アヤカン。10位、クロワ。9位、ヒトクマサトル。8位、マリン。7位、ファデル。6位、モエ。5位、ユキマコ。4位、ナカケン。3位、トッサーとダシ。2位、ポービスカス。そして1位はナオキ。ありがとう。ありがとうございます。声いいですね。あ、本当によく言われる。アナウンサーさんみたい。ありがとう、よく言われる。10歳、ナベシさん。12位、ハヤキナコさん。11位、ピカルン。10… あれ、変わったランキング。もう一回いきます。13位、ハヤキナコさん。12位、ピカルン。11位、ティンさん。10位、ユキミツさん。9位、ミーさん。8位、野菜の乙女座さん。7位、カモンさん。6位、翼のシーさん。5位、プラハタハさん。4位、ドルポンさん。3位、黒い招き猫さん。2位、ガクシャンさん。1位、サンマさん。ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。